で5試合に先発して4勝0敗、メジャー2位の防御率 0.98、 カブス 7-1、 R ソックス。日時間27日ボストンカブスの今永翔太投手は26日、日時間27日、敵地で行われたレッドソックス戦に先発登板し、自己最長の6回1、3を投げて5安打1失点で4勝目を挙げた。開幕から負けなしの4連勝で、勝利数はメジャートップタイ。5試合に先発して4勝0敗、防御率でもレーナルド・ロペス、ブレーブスに次ぐメジャー2位だ。初回、デュランを投げ直に打ち取ると、オニールを、ユーゴロ、レフ・スナイダーを空振り三振で三者凡退。流れに乗ると、4回途中まで1人の走者も許さぬ、パーフェクト投球を披露した。4回1手からオニールにソロを浴び、四球と安打で1死1、2塁とピンチを広げたが、ボンボ、ユーゴロ、レイエスを中軸で切り抜けた。5回、6回も走者を出しながらも粘りのピッチング。6回2死1、2塁のピンチでは、レイエスに低めスプリットを振らせて空振り三振に切った。7回もマウンドに上がったが、先頭のダルベックに内野安打を許し、続くバルデスを右肘に打ち取って降板。2番手のトンプソンが後続を打ち取り、失点を許さなかった。7三振1四球、88球を投げて、ストライク63球と安定感が光った。ここまで5試合に先発登板し、勝ち星がつかなかったのは、雨天中断の影響で4回無失点で降板した7日、同8日のドジャース戦のみ。クオリティスタート、QS イコール6回以上かつ自責点も3回目を記録するなど、メジャーで旋風を起こしている。フルカウント編集部。